853円。これは現在の鹿児島県の1時間あたりの最低賃金です。全国で見てみますと、青森や高知、熊本、沖縄など9県と並んで、鹿児島の最低賃金は全国最低です。一方で1時間あたりの最低賃金が全国で最も高いのが東京で1072円、鹿児島とは219円も差があるんです。このように地域によって大きな差がある最低賃金ですが、現在都道府県ごとの労働者数を考慮した最低賃金の平均は961円となっていまして、政府はこれを1000円に引き上げ、地域間格差の是正を図る方針を打ち出しているんです。そんな中、今年度の県内の最低賃金を話し合うため、専門家や労使の代表者らが集まり、審議会が開かれました。政府の方針や物価高を背景に、どれくらいの引き上げが実現するかが焦点となりそうです。審議会は最低賃金法に基づいて、労働局や第三者の専門家、労働者、使用者の代表が集まり、地域の経済状況や雇用情勢、景気動向などを考慮しながら、妥当な最低賃金を話し合う諮問機関です。今日の審議会では、まず鹿児島労働局の中所照人局長が、審議会の松枝千鶴会長に今年度の最低賃金の改正について調査審議を依頼しました。県内の最低賃金は現在853円で、全国で最も低いグループとなっていますが、昨年度の引き上げ幅は32円で過去最大でした。引き上げの機運は高まる一方、使用者側もコロナ禍で行われた融資の返済が始まったり、燃料費が高騰したりと厳しい状況に置かれています。労使それぞれの意見での決着点を見出すというと着地点を見出すというところに重点を置いております。今年度の新たな最低賃金について、審議会では来月上旬をめどに鹿児島労働局に答申する予定で、発行は10月上旬を目指しています。